ったと思う、はいはい、スピードも出てたんで一歩一歩発見がある発見が思い出しじゃないかなんかピタッと決まんないんですけどなかなかいいと思いますよ、はい、まだ可塑性がいいんでとにかくこういう時にどんどんスピード上げていってください、はい、はい、ちょっと一回止まってくださいボールのなるべく近くを通過するようにしてみてちょっと彼の見てください、うん、アタックしてるじゃないですかああいう風に方向を決めながらポールに向かっていくんですよそうすると足元がポールの近くを通過するようにしてみて50年ぶりだまあ目がけないようにゆっくりやってください、はい、から状態をもうちょっと外側に追いやっちゃっていいんだ思い切って外径うん、ちょっと外足乗りが甘いんで特に左ターン、はい、しっかり外スキーに乗っていきましょうその証拠にこうなってます X 脚、はい、こういうふうに、はい、OK 手前出していけってあまりビデオの方行かないように危ないから、ね、手もっと前出しててねこうならないようにね、こうね、必ず、それちょっと今日一日やろう。若干上半身、はい、ちょっと上に切り替えた時に伸びちゃってるんで。はい、はい、分かりました。はい、あれこのやっぱ靴の方が調子いいの。はい暑いわ今年一番、今シーズン一番暑いずっとかなら毎日この感じあ、そう腰回さないようにやっぱしましょうちょっと若干今回ってました振ってあるんで特にあ、やべすいませんいや、大丈夫大丈夫前がついちゃった釣られちゃったみんな間違っちゃうんだろうな、やっぱり前に、まあ、スピードはい、はい、先に出てるよはい軽くもっと腰入れてって、腰をわかりましたあ最後ちょっと気をつけてください。最後スピード落としてもいいんで、無理して入んなくても最後。はいはい、割とねスピードつくんで気をつけてください。はい、はい、掘れてきた、はいはい。今日人数多いんで。はい。ほどほどにやります。はい。全然エッジ立ってない。もっとしっかりエッジを立ててこようよ。うん。もっとレーサーも全然あの3倍4倍立てていかない。腰ちょっと引けるな足首をさしっかり曲げ伸ばしして滑ってきてる曲げてターン切り替えるときに足首伸ばしてそうすると腰引けなくなってくる腰はいそうですそれをしっかり乗せていく意識を持ってみて、はい、いつもちょっと振ってあるんで、はい、あ割と硬いもうちょっとしっかりスキー踏んできてください。あ、はい、うわ思い切りちょっとカービングを意識して。はい。ごめんなさい。みんな最後で行きます。あ、今回軽いだわ。もっと外径取っていいです。もっと外径。はい。思い切ってやっちゃって、ちょっといつも振ってあるんで、特に意識していいです。割とスピードには乗
挟んで、あとはしっかり足場作るように位置を立ててください。ありがとうございます。